シスは町の唯一の学校なので、うん、もうヌーサに住んでる留学生はもう全員レクシスから、だからもう友達になりやすい、もうみんなでもうとりあえず学校集合で集まって、じゃあ海行こう海行こうって感じで、そうですね、友達が作りやすいです。あとヨーロッパからの留学生が多いので、日本人の英語ばっかりに触れる機会が少ない。とりあえず多分今ヨーロピアの人たちの英語は全部多分理解できるようになった。レクシスのおかげで本当に。あとは毎日放課後にアクティビティがあって、ビーチバレーとかビーチサッカーとか、あと普通にサーフィン、たまにサーフィンとかボディーボーディング、あとボディーサーフィン。先生は本当に私レクシスの先生とかすごい大好きで、何よりなんかみんなもうすごい仲いいんですよ。先生同士も仲いいけど、生徒ともすごい仲良くて、先生とあじゃあ今日夜あそこのバーで飲みに行こうみたいな感じで、先生とも仲良くなれて、あとこれからあじゃあ今日天気いいからみんな海行くんでしょみたいな、じゃあ今日ちょっとホームワーク減らしとくねみたいな感じで、こうヌーサらしい先生が多かったですね。みんなの生活スタイルを理解してくれてる先生たちがいます。最初の1ヶ月はとりあえずみんなが何言ってるかわからない、聞き取れない、喋る勇気がないっていうので結構辛かったんですけど、で1ヶ月過ぎてヌーサに来て喋る恥ずかしさとか忘れてって、でどんどん喋るようになってって、それでも最初3ヶ月ぐらい、オーストラリアに来て3ヶ月ぐらいはそんな喋れなかったんですけど、5ヶ月ぐらいになってから、まあ、仕事の関係もあってだんだんレストランに行っても何言ってるか全部聞こえるようになったり、で先に分かるようになるのが先になって、多分6ヶ月7ヶ月ぐらいになった時はもう誰とでも気にすることなく喋れるようになりましたね。やっぱオーストラリア以外の人もヨーロピアンとかイギリスとかアメリカとかカナダとかいろんな国の英語を聞き取れるようになったのは多分7ヶ月目ぐらいです。見た目とか物とか日本人みたいなブランドバッグとかを気にしなくなりました。みんな好きなものを着て好きなものを食べて好きな時間に寝てって感じです。生活も健康的ですよね。多分日本にいるよりも朝から海行って人を呼びして、疲れたらちょっとビーチで寝て、でお家帰ってゆっくりしてご飯食べて、夕方ちょっと散歩に出て、あとは神経質じゃなくなった、潔癖症が治った、あと人と話すのが好きになった、人を知るのが好きになって、人に知られるのも好きになりました。楽しかったっていうのが一番ですね。本気で楽しむことができた1年間、仕事に関してもすごい楽しかったし、もちろん世界中に友達ができたっていうのも、もうこれからの宝物に絶対なると思うし、あと英語が喋れるようになったのも本当に来てよかったです。1年間っていうのは結構リスクあるって言えばあるかもしれないけど、なんせ大学生なので、でもそのリスクを負ってでも本当に来てよかったなって